前節21得点ゲーム2でした中東です。小沢のキャッチャーとスリーを返し、まあ、もちろんチャンピオンシップというところをこの後考えても、まあ、もちろん無理はできない状況ではあるんですが、さあただ早い展開、水野レイアップ、ビッグマンは1人だけです。斉藤、中塚のスリー来ました。このあたり特に名古屋はターンオーバーからのここからの速い攻めというのが特徴なので、あエサトンが走っています。ただこれ伊藤が行ってエサトンを見ました。速い展開というのを許してしまうと京都としてはかなり苦しい状況になってきますよね。はい、ボーナスワンスローということになります。エサトンがついています。ユタンが入ってきたところターンオーバー、走って斉藤バウンスパス中東、あこれはお見事。マシューライトステップバックからユトフ、三田フルス対戦、これもターンオーバーになりかけたが三田一人で行きました。こう完全にアウトナンバーとミスマッチを作りました。マシューライトがフリーで打ちました。久保田が倒れてます。ゲームは止まりませんが、インサイドエサと飛ばせて、あちょっと久保田が中東時間のダイブしたところは塞いでいました。ユトフが塞いでいた。キャッチアンドスリーナー、中塚3本目、ウグが浮きました。ただ手出した中東、中東斉藤走る、斉藤走る、ここは時間かけます。中塚がスリー打ちました。あウグが来た、ウグが来た、失礼ディアロでした。中東、中東のレイアップ、おお柔らかい、うまく決めてきましただと思いますね。エサトンとウィリアムズが戻ってきています。ただこうターンオーバー、後ろから引っ掛けた坂本誠が、壁があるがいった。須田雄太郎完全に空いた、いやウィリアムズに当てました。オフィシャルタイムアウトです。素晴らしいパス、水野前空いた、バウンスパス、横パス奪った、ターンオーバー、坂本走る、坂本走る、坂本走る、最後中東に預けた。須田がもらいます。ボールハンドル中東が出てきた。ウィリアムズのピックアンドロール、中東最後ウィリアムズに合わせました。さあ80対64、名古屋ダイヤモンドドルフィンズチームとして初のシーズン40勝ということになりました。